はい、本日はですねこちらのミステリーランチの、ヒップモンキーを紹介していきたいなというふうに思います。でこちらのヒップモンキーっていう、まあ、ボディーバッグというか、まあ、あのウエストバッグというか、まあ、そういう感じのカバーになってるんですけど、僕がミステリーランチ紹介するのこれ2点目になってて、以前ゾイドバッグっていうなんかポーチみたいなの紹介したんですけど、まあ、それは結構良かったなというふうに思ってて、でその時にコメント欄であのヒップモンキーもいいですよって言われてて、ヒップモンキーと思って全然知らなかったんですけど、これ調べてみたら、ああ確かに良さそうやなと思って今回購入したということになってて、まあ、パッて見てもらったら分かると思うんですけど、めちゃくちゃ今流行りのなんていうんですか、まあこういう系統のなんていうんですかね、こういうスタイリッシュな感じのウエストポーチとか ボディバッグっていう感じではなくて、どっちかっていうと結構なんか男っぽい感じっていうか、かっこいいミリタリーな感じのボディバッグになってるんかなと思うんですけど、まあ、これを見てもらったら、あ意外とこのカバンありやなってなると思うんで、ミステリーランチ僕も全然そんなにピンポイントで見てなかったんですけど、見てみるほど良い感じというかいい感じになっていくので、まあ、そんなの紹介していきたいなというふうに思うんですが、今日の流れとしてはですね、まずこれが容量を見ていくんですけど、これ8リットルなんですよね。意外とあるなって感じなんですけど、まあ、8リットルなんで8リットルの容量ってどれぐらいじゃ入るんかっていうのを見てもらって、でその次に特徴、どういう特徴がありますよとか、これ実はこのまあ USA のタグがあったりとかするので、どんな特徴があるんですよっていう話して、逆に次はデメリット、ここちょっとでもこう言いつつ微妙なんですよねっていう話をして、で最後におすすめの人、こういうのを持ちたい人ってこういう人にはもうぴったりだと思いますよっていうお話をしていきたいなというふうに思いますので、その順番でいきたいなと思います。ではこちら容量の8リットルを見ていきたいなと思います。まずですね、チャックの位置がどこにあるんかっていうと、このまず目の前の手前、一番手前のところが1箇所で、このメインのところが2箇所っていう結構シンプルな作りになってて、まあ、この2箇所がメインのカバンになってて、まず前からいきましょうか。この前のとこピュッて開けていくと、ちょっとした小物とかを入れるんですけど、例えばこういうカードケースとかを入れてたりとか、あとまあキークリップがついてるので、こういうふうに鍵を止めてあげたりもできるっていうような感じになってて、まあ、そういうまあ小物ですよね、ちょっとした小物を入れるには全然申し分ないという感じ で次メインのところになるんですけど、まあ、多分これぐらい入ったら人によっては通勤バッグにもなるでっていう感じなんですけど、まあ、これ見ていくと、まずは水筒ですよね。こういった水筒とかを入れて、でその次に、まあ、ハンカチとかを入れていって、まあ、これは男性のエチケットですね。たまになんか高速のトイレとか行くじゃないですか。でこう全然話変わるんですけどね、高速のトイレとか行ってたりしたら用を足して、でそのまま手洗おうと思うじゃないですか。で手洗ってたらおじさんとか全然手洗わんとそのままスルーしていく時あるじゃないですか。あの手そのままどうやってんのみたいな、ハンドルそのまま触ってんのって思う時たまにあると思うんですけど、まあ、そんなあるあるがあったりとか。で次には財布ですよね。こういう長財布とかも全然、まあ、8リットルが余裕で入るし、でさらにはこういうノート、なんかメモしやなあかん仕事とかもあると思うんですけど、まあ、学生の方とかもこういうノートとかを入れて、でさらに次はこういうこれカメラバッグとかでも使う人多いんですよね。だからこういうレンズとかも入れたりできるんですけど、まあ、こういった容量ということになっているので、結構実用的、8リットルって意外と結構実用的やなっていう感じで、まあ、それこそ僕以前紹介したですね、このアークテリクスっていうブランドでも同じ8リットルっていう大きさのカバンが出てて、まあ、この時も結構意外と何ですか、リュックほどの大きさはいらんけどボディバッグじゃちっちゃいっていう方いてるじゃないですか。そういう方にはサイズ的にはぴったりっていう感じだと思いますってこの時も言ったんですけど、もう本当にそんな感じのサイズ感になってるなっていうので、多分8リットルって結構な容量を入れられること考えられてるので、まあ、どっちもそうなんですけど、この体に当たる部分、背面のとこってしっかり芯というか、まあ、板というか硬い状態になってるので、さっき見てもらったみたいにこういうレンズとか入れるじゃないですか。これ引っかかったな、なんかしたけど、でこのレンズとか入れた時にこの角っちょとかがこう体に当たると痛いじゃないですか。んで、まあ、そういうのないためにこう硬い板みたいなのが中に入ってたりするので、まあ、そんなんも全然安心してこういうレンズとかあと水筒とかも全然入れれますし、そんなんはまあ気にせんでいいんちゃうかなと。やっぱこういう薄いボディバッグとかっていくらクッションが入ってるって言ってもこういう硬いものがさすがにパンパンに入れると当たってくると思うので、まあ、8リットルってさすがここまで考えられてんねんなっていう感じの作りになってるんじゃないかなと思います。まあ、なのでサイズ感的には本当に困ることないサイズ感だから、もうこれ以上書類入れたいとかなったらもう迷うことなくリュックに行ったらいいし、小物だけで結構俺小物の量多いねんっていう方はもうぴったりのサイズ感がまあ8なんかなというのが、僕も8リットル買ってみて思って、最初なんか8リットルなんかいらんでと思ったんですけど、入れてみると
意外とあれも入るこれも入るってなったりするので、人によったらいるけど人によったら全くいらんようなサイズ感かなと思います。では次特徴に行きたいんですけども、特徴が4点あって、まず1つ目っていうのがですね、まあ、ここに持ち手がついてるっていうの、これ結構珍しいと思うんですけど、ボディバッグって基本的にはまあこういうウエストバッグとかボディバッグってそうやと思うんですけど、まあ、こういうかける紐はあったとしても、ここでこう持って持つ紐っていうかあんまそういうのないと思うんですけど、まあ、こういうのがしっかりあるので、まあ、こういった持ち方もできるっていう感じになってて、まあ、まずこれが一つ目ですね。まあでもただこれに関してはそんなにメインでこういう持ち方する人っていてないと思うので、まあ、こっちの方が太いんですよね、糸が、糸っていうかあの紐が。だからまあ多分こういう風にちゃんとかけて持つような感じがメインやと思うんですけど、まあ、あのたまにはこういう感じで持つこともできるよということになってるのかなと思います。で次の特徴としてはですね、これめちゃくちゃコーデしやすいんですよね。でまあ特に男性の方が、まあ、僕のチャンネルってこれ結構多いので、男性の方、まあ、あと女性の方でも結構アウトドア系が好きな方が多いと思うんですけど、背負うじゃないですか。ほんならもうこの黒の T シャツにめちゃくちゃハマるんですよ。まあこれコヨーテって色やから、まあ、ハマるのもそうなんですけど、まあ、こんな感じで結構男っぽい感じで持ちたいとか、まあ、流行りのなんかスタイリッシュな、感じっていうよりかはちょっとこう武骨な感じっていうかワイルドな感じで持ちたい方なんかはこういう風な、まあ、コーデしやすい感じになってるので、まあ、この辺は ありがたいというか、まあさすがもともと軍用に作られているようなブランドなんで、かっこいい感じで出来上がってるんかなっていうところになりますね。で3つ目がですね、このさっき言ったみたいにこの後ろの背面のとこにクッションもついてるし、なおかつ板も入ってる。だから硬い芯も中にはあるんですけど、その後ろからはしっかりクッションを当ててくれてるので、体に当たる部分は全然痛くないねんけども、こういう硬いものを入れた時に硬いものはしっかりここでガードされてるような感じになってるので、まあ、ここら辺はありがたい作りになってるんちゃうかなというふうには思いますね。で次の特徴がですね、これ一応ジップがですね、止水ジップっていうのを使われているので、よく見てもらったらですね、このジップのところから水が入ったりとかしないような設計にはなってるんですけども、まあ、これはジップのところはそれありがたいのはありがたいんですけど、表面の生地は、まあ、撥水の加工が多分おそらく行われていると思うので、僕はこうやって喋りながら実験をしていくんですけども、まあ多分撥水の加工はあるんちゃうかなと思います。まあ一回見てみましょうか。あ、やっぱありますね。撥水の加工はされているので、まあ、こういうジップのところからも入るような心配がないですよという感じになってて、さらに言うとこの裏側もおそらく撥水の加工されてんちゃうかなと思います。あ、そうですね、裏側もこの撥水のナイロンに撥水の加工がされているので、例えばこの中でお茶とかをこぼしました、でこうやってリュック持ってました、うわめっちゃ服濡れてるやんっていうことがないように、ちゃんとそういうところも撥水の加工が行われてるんやろうなというふうには思います。で以上がまあ特徴なんですけど、特徴もう一個忘れてました。これを語る上でめちゃくちゃ大事なのがヒップモンキーって2つあるんですよね。でめちゃくちゃこう似てるんですけど、ヒップモンキーっていうのがこれで、ヒップモンキー2っていうのがあるんですけど、それ何かっていうと、もう見た目一緒、形一緒、容量一緒、ほんなら何ちゃうのって感じなんですけど、まあ、違うところっていうのはこの作ってるところなんですよ。でこれに関しては本社があるアメリカのモンタナ州で生産にこだわって作られてるっていうのがヒップモンキーになってて、もう一個のヒップモンキー2っていうのが確かベトナムかな、なんか東南アジアで生産されてるので、見た目一緒やのに値段が倍以上違うんですよ。でヒップモンキーのがもちろんそれは高くて13,000-14,000円ぐらいするんですけど、ヒップモンキー2の方だからベトナムで作った方に関しては、半額7,000円-8,000円ぐらいで買えるので、まあ、結構こういうミリタリー系が好きな方って多分メイドイン USA とか好きやと思うので、まあ、そういう方はこっちかなと思うんですけど、まあ使う用途っていうか、まあ、そのアイテム自体がいいやんと思ってて安く手に入れたい方はヒップモンキー2とかやったら、ベトナム生産で問題なければそういう全く同じ容量、全く同じ見た目で値段を抑えられるっていうのもあるようです。まあ、ただ若干色味が違うらしいので、カラー展開が若干違ったりはするらしいんですけども、まあ、一応その辺なんかも動画説明欄に貼っとくかなと思うんですが、まあ、一応そういう2種類のタイプがあるということになっているようです。で次がですね、デメリットっていうところに行きたいんですけど、デメリットが2点あるんですけども、まず1つ目っていうのが先ほど特徴でもちらっと言ったんですけども、まあ、こういう風に止水ジップを使われているっていうのはめちゃくちゃありがたいことはありがたいんですけども、残念ながら防水ではないんですよね。だから生地とかがさっき言ったみたいに撥水、水は弾いてくれるけど、じゃあ大雨とか降った時にどうなんのって言ったら、大雨降ったらもう全然濡れると思いますし、まあ、それこそ、まあ、ちゃんと裏面とか表面も撥水の加工してるので、普通のナイロンのカバンに比べるともう全然ちゃんと考えられてるとは思うんですけど、じゃ
ゃあ完全に防水なんて言われると、まあ、そこまでの機能性というかそこまでの防水性はないので、まあ、本当に小雨とかやったら全然対応できるぐらいの感覚で思うのがいいんかなというふうに思いますので、残念ながら防水ではないということと、2つ目っていうのが、まあ、これパッて見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、コーディネートするときに綺麗めでは絶対に合わない、だからジャケットとか持つ時のカバンでは絶対ないっていう感じになってるので、まあ、普段綺麗めとかジャケットスーツ着る方が多い方なんかにはちょっと出番が少ないとは思うんですけど、まあ、逆に言えばこんだけカジュアルに寄ってくれてるからカジュアルの服さえ着れば全然これハマるので、まあ、こういう例えば T シャツでもいいですし、あとマウンテンパーカーとかでやったらもう要はアウトドアやから絶対相性いいし結構持ちやすいんかなとは思うんですけど、まあ、そういったところがデメリットかなというふうには思います。なのでまあ僕個人的にはですね、このさっき言ったみたいなアロー8とヒップモンキーって全く同じ8リットルの容量は容量なんですけども、じゃあどっちの方が見た目がかっこいいって言われたら圧倒的にヒップモンキーの方が僕は個人的に好きなんで、まあこういう私服とかで使うってなってくると、まあこれから秋とか冬とか紅葉、まあ、彼女と紅葉行ったりとか、まあ、奥さんとデートしたりとかする時あると思うんですけど、その時なんかはこういうのを持った方が合わせやすいんかなって僕は思ってて、僕結構マウンテンパーカーとか多いのでマウンテンパーカー着た時にこういうのをパッて持ったりしたら、あなんかちょっとワイルドな感じになるんかなって、まあ個人的には思ってます。まあ、なので次おすすめの人に行くんですけど、まあ、ほとんど今おすすめ言ったようなもんにはなってるんですけど、まあどういう人がおすすめかっていうと、まあ、先ほども言ったみたいにこうカジュアルの洋服をよく着られる方、だから僕のチャンネル結構多いと思うんですけど、アウトドアの服着てはる方とかにはめちゃくちゃ合いやすいような仕様になってて、もう本当に考えることなくカジュアル着るんやったらこれでいい、で逆に綺麗めの時は絶対着た持ったあかんみたいな感じでもうシンプルに考えれるので、まあ、そういった方なんかにはおすすめかなと思いますし、あと逆に通勤とかで持ちたいっていう方はこういうアロー8とかの方が通勤とかでも持てるし私服でも持てると思うんですけど、まあ、本当に私服とか普段仕事が私服やねんっていう方なんかはもうこういうこっちの方がいいんかなとはまあ個人的に思いますし、あとそれ以外やったらあとカメラバッグとして使う方も多いらしくて、まあ、カメラ好きな方って結構レンズ持って貼ったりとかあと電池とか持って貼ったりとかすること多いと思うので、まあ、そういった方なんかにはこれは結構重宝されるらしいので、まあ、そういった方もおすすめかなというふうには思いますね。では最後まあ、僕が持ってる様子ちょっと見てもらおうかなと思うんですけど、まあ、シルエットっていうかこう持った時の感じとかで言うと結構まあまあそれはわりかし大きさはあるけども全然こういう黒の T シャツとかでも合うし、まあ、アウトドアっていうかカジュアルやったら何でも合うと思うんですけど、まあ、例えば後ろにするんやったら、まあ、こんな感じですよね、まあ、こんな感じで持ったりとかもできるし、結構多分いいかなと思うんですけど、まあ、こういった感じの、まあ、見た目になってますね。で僕はですねこの今まで紹介してるのってほとんども黒ばっかりもう紹介してて、まあ、黒の方が皆さんイメージしやすいかなと思って、まあ、黒にはしてたんですけども、まあ、これに関してはもうほんまカジュアルでしか使わへんから、まあ、色は別にまあ何色でもいいかなと思ってコヨーテって結構ありやなと思って、まあ、今回コヨーテにしてみたんですけども、まあ、普段ちょっとこういう流行りっぽいカバン持ってるけど確かにワイルド系いいなと思った方なんかにはこれは結構おすすめになってくると思いますし、こう男が憧れるようなアイテムになってるんかなというふうには思います。はい、ということになってますので、本日はですねミステリーランチのヒップモンキーを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。